テキサス州で鹿が蛇をむしゃむしゃと食べる様子が目撃され話題に。鹿は基本的には草食動物であり、主な食べ物としては草焼きのみ、果実などが知られていますが、鹿が肉を食べることは古くから観察されており、蛇以外にも昆虫や魚や鳥、卵、ウサギやカエルなどを食べることが知られています。ビーガン、鹿が裏切ったらしいな。スルメみたいな食い方だな。鹿、食ってみな飛ぶぞ。思ったよりもぐもぐしてて草。まあ我々からすれば食後のガムみたいなもんしか。暑すぎてとんでもない場所で涼む鹿さん。鹿、ここが涼しいの。待ち合わせかな。ど真ん中じゃないのが好感持てる。俺はぼっちじゃない。駅にいるの初めて見た。さすが奈良公園。日本鹿礼儀正しかった。下からえぐるようにガン飛ばしてるのかも。日本の動物、とても、礼儀、が、正しいね。鹿、仕方なく挨拶するしかなかった。偶然でもお辞儀して渡るのかわええ。鹿さんかなり有能。鹿に鹿いて草。さすがに角生える。これは鹿目っ面をしていますね。日よけにいいとこだったんでしょう。仕方ないっすよ。会員前にめっちゃ早く来た感じ。仕方たないから仕方ない。フェンスに鹿が挟まっていると通報。こじ開け無事救出。現場は国道沿いで、飛び出す危険があったため一時通行止めに。その後鹿は山に返された。挟まってないですよ、アピールだろこの表情。まず頭はどうやって入れたんだろうか。悟り開いた顔してて草。鹿としてないで助けろばい鹿。鹿。お前なんでそこ通ると思ったん？カナダ、アルバータ州の草原を舞台に決闘を繰り広げていたのは、オジロジカと呼ばれる南北アメリカに生息する小型の鹿である。バランスをとって二足立ちとなり、両前足を激しくバタバタと叩き合う鹿パンチスタイル。オスの鹿は、他の鹿に優位性を示すため、二足立ちになってバトルすることで知られている。メスにモテるための大切な角を守りながら戦うため、この体勢で戦っている。どっちに勝負ついたのかさっぱりわからん。双方の熱い戦い、鹿と見させてもらった。争いは同じレベルのもの同士でしか発生しない。脳内にロッキーのテーマが自動再生されてる。カンガルーっしょ？と思った人、正直に言いなさい。イギリス、ドーセット州プール湾の海岸で朝日が昇る頃、一匹の鹿が飛び跳ねていた。この時たまたま犬を連れて散歩中だった人がその神々しい姿を撮影した。ぴょんぴょんしとる。鹿、テンション上がってきた。鹿、誰もいない。飛び跳ねるなら今のうち。あ、すごい、ちょっと浮く、あ、浮く。すごい力入れるとちょっと浮く、あ、あ。もののけ姫の世界。角を落とすためにジャンプしたんじゃないかな。何これ遊んでんの。うお、鹿ってこんな軽やかに飛ぶのか。仲良しすぎる鹿と猫が発見される。こんな光景が自分家の窓から見えたら素敵だね。かわいい。猫、美味しそうな匂いがする。ラブラブシーにも程がある。俺も鹿にベロンチョされたい。猫分の補給だろ。鹿まで猫の魅力に取り憑かれているのか。鹿だったら私も猫舐めたいもん。森の中には動物たちを酩酊させる物質が潜んでいる。発酵した果実はそのアルコール分で。動物たちを酔っ払い状態にさせることが知られているが、堆積した落ち葉もそうだ。それをクンクンと吸っちゃった鹿たちは、落ち葉灰になっちゃうのだ。やべえ、決まってんじゃねえか鹿、こわ。正気の沙汰ではないな。決めすぎー。しかも有効活用。狼、熊、油断しすぎだぜ。俺らはいつでも見てる。
ちょっと物置にある腐葉土の袋確認してくるわ。犬を飛び越える鹿の跳躍力がすごい。華麗なジャンプだ。なんか嬉しかったんだね。これは叱られても仕方ない。お前なんて余裕だから。って感じ。犬、俺を踏み台。にもしねえ。俺を踏み台にした。ってガヤかよ。ワンコ、遊ぶ遊ぶ遊ぶ小鹿、びっくり。びっくり。僕は羊、鹿じゃないよ。羊の群れに混じり込み違和感なく溶け込んでいる小鹿。イギリス、サフォーク州にある牧場。実はこの小鹿、鹿の群れから離れてしまったようで。一人ぼっちが寂しかったのか、たまたま遭遇した羊の群れに混じり込んだらしい。すでにもう2週間以上にわたり、新しくできた羊のお友達100匹と共に。自ら羊になりきって、一緒に牧草を食べ、一緒に寝て、常に行動を共にしているという。フェンスのところでなぜか突然大ジャンプ。間違い探しかよ。鹿ちゃんは。そのうち毛を刈られた羊見てみんなが小さくなったってびっくりするんだろうな。鹿がどいてからお供えの花に手を出したいので待ってる感じ。BG 黒カラス、身辺警護カラス。カラス、人間警護は役に立たない。鹿を生贄にしてなんか強いカード召喚すんじゃね？鹿対連戦やね。鹿のボディーガードかな？なぜ、みんなこれから儀式が始まると思うんだ？もうすでにあの鹿を召喚しているんだよ。しゃあない、鹿肉はうまいからな。ビッグ待遇っすね。鹿の攻撃が封じられてたら六芒星の呪縛。お嬢様鹿と護衛隊カラスに見えますわ。頭部がまるで、ポケモンの石つぶてのような、サボテンのような状態になっている鹿が。スウェーデン、両手堀の民家の庭先で発見されたという。おそらくはホルモンの異常により角が変形成長したのではないかと考えられているそうだ。まさかこれがトリケラトプス誕生の瞬間だったとは当時誰も思わなかったのです。恐竜に例えるならパチケファロっぽく見える。手塚治虫の超人体型のようです。とびきりの毛玉かもしれん。この角が遺伝したら進化の瞬間か。どっちかというとアルバトリオンだな。ヘッドバットなら誰にも負けないね。奈良公園周辺では、鹿が道路を横断して交通を妨げたり、付近の家や敷地に入り込む光景がしばしば見られるが、完全保護下にあるため、奈良のドライバーたちはまるで救急車に遭遇した時のように徐行運転をするという。お鹿様なら仕方ない。口癖なあかんでー、これ罰当たりなやつめ、鹿の角に疲れてしまえ。インドかよ。一匹一匹は可愛いけど、たくさんいすぎて怖いなぁ。鹿可愛い、なでなでしたい。奈良県隅田が、こうやっていると異世界だわ。この鹿の目ヤバすぎるやろ。生まれつきなんか草。見える見える。角生える。ガンギマリアー。僕になったポケモンみたい。カタツムリかよ。スポア思い出した。凍った池で立ち往生している鹿を発見した男性は、驚くような方法で鹿を救助します。立ち上がろうとすると氷の上で足が滑り、また倒れてしまいます。そこで男性は氷の上で鹿を滑らせることができるのを発見し、無事救出に成功した。あの鹿の顔、何をやっているのかよくわからないが、私は構わない。苦しゅうない。こんなの見たことない。カーリングという競技は、まさにこの瞬間のための準備だったのか。鹿が助けられていることを気にせず、カメラ目線なのが面白い。まるで神の使いのような真っ白なトナカイが発見される。強そう。首跳ねなきゃ使命感。一視野で撃たれそう。目赤くないん？
雪の能力使えそう。どちらかというと獅子神。氷河期の生き残り感あるな。白鹿の CM に使えるやん。海外の鹿、でかすぎる。これはすごいな。モンスターやん。戦車やんけ。この積雪量でこんな突進されたら死ぬわ。まだ頭が信じてない生物だわ。装甲車乗ってても戦いたくねえな。神話の生き物だ。この風格よ。とりあえず鹿せんべいあげてみよう。犬と仲良しの鹿さん。ぜひ電車の別れ、並走やってみてほしい。しかも知能高いのかな。回り込もうとする牧羊犬の本能じゃないかと邪推してしまう。金持ち衆が半端ない家だな。阿吽の呼吸でスタートするのが面白い。いつか、柵を越えて。思ってた以上に全力疾走だった。ヤックルとモロノコみたい。柵なんて取っ払ってあげたい。あひゃ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 、奥さん僕は決して、怪しいものでは、あひゃ、ママあの人、し、見ちゃいけません。ワニを集団で狩るのってカワウソだっけ？小鹿狙ってるんじゃないの？バンビの実写化ってこれか。事案発生か。鹿の戸惑いはロタ。おこじょのウサギ狩りと動きが似てる。中の人などいない。さすがに草食動物は距離感を大事にしますな。鹿、ノリ悪。撮影者、何やってんだあいつ。鹿親子、何やってんだこいつ。カワウソ、何やってんだ俺。顔が凍って動けない鹿さん。お湯かければええやん。ケツで草。鹿、うんこでねえ。春までうんこできないねえ。痛そう、カイロで溶かせよ。これで死んでないんか野生ってすごいな。生物の適応が敗北した瞬間。恩返しに美少女来るってほんと？助かってよかった。鹿の一種であるキョンは、目の近くに臭腺と呼ばれる大きな腺があり、分泌物によって匂い付けし縄張りを示します。その出口が閉じた目のように見えることから四つ目鹿とも呼ばれます。デスボイスもきついんだよな、こいつ。生態系を荒らすわよ。台湾では高級食材らしいぞ。構造どうなってんだ。なおこの臭腺よく炎症を起こして腫れ上がる模様。なんなんやこの血管生物。バカすぎて急に愛らしく思えてくるわ。車見たらタックルしてくるやべえやつ。もののけ姫のやつやん。キョンの子供かわいすぎる。もっと交番美な感じで。めんこいよ。部屋外できそうな大きさだな。ウリ坊みたい。かわいすぎておったった。これでいいのよ。名前はボタンにしようぜ。この春以降に生まれた子鹿たちが母鹿と共に公園デビューして一斉に放たれた。元気よく飛び跳ねる子鹿がいる一方、警戒心が強く、なかなか出てこない子鹿も見られたという。競馬みたい。あらまあ、怪我なく育てよう。なら行きたくなるやんけー。福男のレースみたい。さあ、各鹿一斉にスタートしました。子鹿、突撃じゃあ。鹿ぴょい、鹿ぴょい。子鹿をそっと見守りたい。すげえ飛ぶな。車止まってるのに飛ぶ意味あるのか。ライオンキングにこんな感じのシーンあった気がしないでもない。これぞ、みんなで渡れば怖くないの神髄。先頭切った鹿は勇気あるわ。鹿の飛距離ってどれくらいなんかな？助走なしでも150センチメートルの高さは余裕らしいで。助走ありなら2メートル以上飛ぶらしい。鹿に乗って飛んでみたい。車乗ってる人からしたら恐怖でしかない。